田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃね、ボリューム646、日産は今でも日の丸企業だと希望を抱く社内外の皆さんは、獅子身中の虫、社内外取締役を一掃して、ヤッシーも一目を置く内田誠 CEO 新体制を支え、両家が悪化を駆逐する新しい格言を実現しようよと題してお届けをばいたします。まあ、悪化が両家を駆逐するっていうの言葉ありますけど、そろそろですね、日本本当に先行き不透明どころかダメな時には、両家が悪化を駆逐する、どんな組織でもバカな大将敵より怖いですけども、どんな組織にも素晴らしい人たちはいっぱいいるのが、その人たちがパージされちゃったり、あるいはそうじゃないか、その人たちも民度の眠るのになっちゃったり、あるいは事なかれの人たちが逆にそのまま両家でないのに残ってると。でこれを変えようというのが、私は実は内田誠さんという新しい日産の CEO なんじゃないのか。でこれはですね、神奈川新聞に全文載ったですね、12月2日のですね、就任の会見、この内容も有料記事だったので私が朗読しちゃいます。そして日産自動車はなんと顧問とか相談役を全廃するということを日経新聞が書いたわけでございますね。素晴らしい内田誠 CEO 新体制の英断と。いまだに個室秘書専用車で主級派社内官僚と院政を敷き続ける西海博人 CEO、 小枝至る CEO、 明智光秀ユダコンビと決裂して、真の日産ルネッサンスを熱烈希望って、私ツイートをさせていただきました。でこれ全て2月18日なんですよ、臨時株主総会で。ですから内田さんは CEO ですけれども、いまだに取締役じゃないわけですよ。豊田正和様であったり、井原恵子様であったり、西川博人様であったりが、いまだに取締役なんですよ。だからこそ彼がですね、足場にグプタシと一緒にですね、きちんとして、そしてさらには今執行役でいるような中からもですね、良い意味で選別をしていただく、このことをじっくりお話をいたしますので、どうぞお聞き逃しなく。田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム646、日産は今でも日の丸企業だと希望を抱く社内外の皆さんは、獅子身中の社内外取締役を一掃して、ヤッシーも一目を置く内田誠 CEO 新体制を支え、両家が悪化を駆逐する新しい格言を実現しようよと題してお届けをばいたします。1月15日の日にですね、日本経済新聞がネット上で載せた記事がですね、10時28分だったんです。日産顧問相談役を廃止という記事なんでございます。でこれを受けて私はですね、もうすぐの時間帯でですね、素晴らしい内田誠 CEO 新体制の英断、アットマーク日産 JP、 いまだに個室秘書専用車で主級派鍵括弧社内官僚と院政を敷き続ける西川博人 CEO、 小枝至る CEO、小枝さん、あ、これ CEO か、明智光秀でユダコンビと決別して CEO ですね、失礼しました、真の日産ルネッサンスを熱烈希望というツイートをさせていただきました。これ何かっていうとですね、2月の18日に臨時株主総会を開くわけだ。で関係者によると、2019年9月に辞任した西川博人前社長兼 CEO は、2月18日に開く臨時株主総会で取締役を退任した後も社内にとどまる意向を持っていた。ただ顧問などが廃止されることで完全に退く公算が大きいっていう記事です。でこれ素晴らしい記事なんでございまして、ちょっともう一回読みます。日産自動車は顧問や相談役を廃止する、元カルロス・ゴーン、被告、本来被告人ですね、による報酬過少記載事件。でも報酬過少記載事件に関しては昨日も申し上げましたが、日産自動車はアメリカで訴えられた案件がありまして、それは何かというとですね、テネシー州で株主が金融商品取引法違反を日産自動車はしてるんじゃねえのかと言ったわけなんでございます。でそれはつまり
カルロス・ゴーン被告人の将来得られる収入と報酬と退職後の収入、退職金なのかなんとか、それを記載してないのは金商法違反だってアメリカでテネシー州で株主が訴えたんですよ。でこれに対して日産自動車の弁護団はどういう主張をしたかというと、将来の未確定の報酬は記載は必要ないと、そしてそういう記載をしろという判決は判例は皆無であるってことを主張したんです。そしてテネシー州では日産おっしゃる通りだと言って、昨年の8月5日によもやの勝利をしたんですよ、勝訴したんですよ。ところが日本で言ってるのは何かと言ったら、未確定の将来の報酬を記載してなかったカルロス・ゴーンはおかしいんだっていうことで司法取引に持ち込んだんですよね。それは実は才川博人ちゃんは自分でサインをしていたの、その書類に。にもかかわらず私は知りませんってことはお前のガバナンスねえだろって話で、だからそこが安倍晋三さんが本来日産の中で蹴りつけてほしい話だったのになって吉兆で述べたという形につながるわけですよ。すなわちこの安倍さんの発言っていうのは大変なもので、経済産業省と東京地検に対してのジャブなんですよ。でそれは別に IR の問題不起訴になるのかなんとか下地幹雄様たちがうんぬんじゃなくて、お前らなんかインパル作戦になっちゃってるからって言うんで IR やってっていうことなんで、 IR はこれ安倍さんそもそももともと関心ないですからね。関心なくて、まあそれはドナルド・トランプ様に言われたからやっちゃったってあたりがちょっと違うなと思うんだけど、他のところで動いてた人たちがいるよっていうことになってるわけです。話を戻すと、ゴーン関連書類に自らサインをした才川博人ちゃんは詭弁だったってことになってしまうんだから、日産は今回カルロス・ゴーン、グレッグ・ケリーはけしからんやつだってことを言いたいのであるならば、テネシー州で自分たちが述べた将来のまだ未確定、まだ払っていないものに関しては記載しなくて当然よってことでおっしゃる通りっていう判決を、アメリカ様この判決間違ってた、あるいは私たちの弁護団がアメリカで言ったのは大ポカでしたって言わなきゃいけないってことで、大変なハムレット邪魔になってきちゃってるわけなんでございますよ。つまりカルロス・ゴーン氏とグレッグ・ケリー氏に塩を送るオウンゴールを行ったのが日産自動車のアメリカのテネシー州における裁判だってことで、これはもうヨーロッパの媒体みんな書いてるわけですからね、日本の媒体だけなんで書かないのっていう話になるわけです。で、2018年11月に逮捕されたゴーン元会長による一連の事件を受け、これ有料記事なんで、日本経済新聞読めるように全部朗読者、日産は近く東京証券取引所に不正の経緯や再発防止策改善の進捗などをまとめた報告書を提出する。今回の顧問や相談役の廃止はこの報告書に盛り込む。日産は顧問や相談役の現在の人数を明らかにしてた。これもおかしいよね、株式会社なのに顧問が何人のか相談役が何人のか言わない。でだから才川博人ちゃまや元 CEO や小枝至るちゃまというマンコロの方がですね、神田にも自分の事務所を持ってるし COO だった方が日産自動車のグローバル本社内に横浜に未だに秘書と車をもらって、そして個室をもらって、そこに未だに日産して日産に日産して社員の人たち呼んで、これは本当に内田誠ちゃま新体制の足を引っ張ってるような陰性じゃないのかってことをヤッシーはずっと述べてきたんです。ですからヤッシーの発言を未だにリテラシーない方は、なんで日産にディスるんだって、違うよ、日産をより良くすることは皆さんの願いでしょ。それがまあ日の丸企業かどうかっていうのは、これはもうはっきり言って1999年に日本の全ての新聞はというよりも当時の通商産業省も日本工業銀行も日本政策投資銀行もお金を出さなかったから日産は大変だということになって、花輪義和さんという私がナビでインタビューをした当時の社長は
それはダイムラーメルセデスではないなということでルノーと組んだわけでしょ。そしてその1999年3月の日本の全ての新聞は一面で日産ルノー傘下へって書いたんです。その時日本の当時の通商産業省も私が内定したけども定額食らったんで就職できなかった日本工業銀行も日本政策投資銀行も全部日産もうダメって言ってたんですよ。その日産に私が俊幸ちゃんを使ってなんかクールジャパンだのあるいは JDI を未だに救うとかってやってるのがインク J っていうログでも8分なところになっちゃってるんですから、もう経済産業省の今の人たちがやってることってのは本当に日本を沈没させることになってっちゃってるわけなんです。でその中で元日商祝いから日産自動車に移った内田誠氏が社長になったっていうのは私はこれはなかなかだったと思う。何かっていうとですね、このこれね神奈川新聞だけが載っけたの。彼が会見をしたわけですよ、12月2日の日に就任の会見をしたんです。最初の部分ってのはまあいろんなところにも載っている、まああの彼のですね一問一答がありまして、その中で述べたことでなかなかだなっていうのがあって、日産は今非常に厳しい環境にあると、求められてるのは私が社長として覚悟を決めることだと思うと。で彼は言ってるんだけど、その一人一人の従業員の能力は非常に高い。そうなんですよ、みんなどこの組織だってそう、霞ヶ関だってそう、私が知事になった時も長野県だって一人一人の能力はあるんですよ。それがみんな眠っちゃってる民度になっちゃってたんですよ。だから経営陣も社員が課題を透明性を持って経営層にも共有できる環境を作りたい。経営層もそれをサポートし、社員と経営層のみならず、ここ大事なの、リージョン間のコミュニケーションも図り、つまりタコツボにしないと、日産を前に進めたい。で同時に社員、販売会社、お客様の声をきちんと聞いて日産を強くしたい。そういうことですよ。ディーラーの意見を聞く、お客の意見を聞く、やっちゃえや日産ってコマーシャルにお金を使うことではないんだよってことを言ってるわけです。日産の強みは社員一人一人が持ってる能力の高さ、技術は世界をリードできると、この日本のマーケットで先駆けて投入したアライアンス、これが日産の強み、3つの強みだと。だから販売面においてはインセンティブ、値引きに頼った短期的なことでブランド力、収益力の低下を招いたんだと。つまりそれを変えなきゃいけません。ですからもう何度も彼は言って、部下を信頼し権限以上進め、役員従業員全員が会社のことを自分のことと捉え、ワンチームの風土を醸成し、みずほ銀行が言ってたワンチームとは全然違うんですよこれ。つまりグローバル化を進める事業運営、社会的な変化の積極的な対応、その間違っ、どれも間違っていない方向に対して、その進め方、目標設定には現状の実力の認識、どこまで頑張って伸ばせるのかという議論、チャレンジできる目標設定が大事だと。すべていいこと言ってる。だから、取締役会にはきちんと事業運営を健全に保つためにモニタリングをしていただきたい。で、私はその上で CEO として会社の経営の舵取りを行う。お客様第一を全ての企業活動の根幹に戻すと。その上で着実な成果にはルノーや三菱自動車工業とのアライアンスの活用が欠かせないんだと。約20年間お互いを尊重しウィンウィンの原則のもと。そりゃそうですよ。ルノー側も自分のだって日産ルノー傘下へって日本のメディアまで書いたんだから、もっと日産はルノーの一部門というか完全連結子会社にしてってもよかったのを、それを当時しなかったんですね。でそれに対して今フランス政府がやいのやいの言ってるっていうことですよ。ですからアジアではまだまだプレゼンスを出せていないと。で日本においても信頼回復に注力し、お客様がまた日産車に乗りたい、日産車を買いたいと思っていただけるように努力をしたい。で10年後はどうですかなんて質問が出たのに対して、車社会はこれから大きく変わっていくと、ただ就任したばかりで10年後の姿を描ききれていない、社内で議論を重ねて日産の強い技術をさらに進化させたいと。
なかなかね、私この人会ったことないけども、台本だけでこれだけ言えませんからね。あとね、もう一個すごいいいこと言ってるのは、そのだからいわゆるご存知のようにアシュワニー・グプタさんっていうインド系のバングラデシュ系かな、彼は会社全体をみんなと COO として、私は会社全体の責任を持つんだと。で、意思決定も早くできるようにしたいし、同時にこういうこと言ってるんですよ。ゴーン氏に対してどう思いますかって言われたのに対して、カルロス・ゴーン氏の日産のリバイバルに関する経営の考え方は間違っていないと思うと。ただ昨今の話については経営の手法とは別のことだと思ってる。これ逆に言えば西川博人ちゃんへの刃でもあるわけですよ。お前腰巾着だったのに何もできないで、しかも全部書類にサインしてたじゃねえかと。自分がサインした書類に関してお前の責任は問わないでゴンちゃまにだけおけつけないの。だからもう一個すごいのはね、これルノーも日産も収益という点では非常に苦戦してる。まず注力するのはアライアンスを活用して三菱自動車工業も含めた3社がどう利益や収益を上げられるか、まずはここに注力することだと言ってんのね。でもう一回さっきの記事の方に戻るとですね、日産は、ガバナンス改善特別委員会の報告書っていうのは19年3月、まあ、これがどうだったかっていうのはありますけどもね。で、まあその9月、去年の9月には一連の不正が総額350億円規模に上るとの内部報告書の概要も明らかに。でも7ページだけですからね、公表したのは。執行役員たちもその全部のページを少なくとも読み読まないは別として自分の手元に届いていないわけですから、まだまだ不透明な中で内田誠氏は CEO になったわけです。そして自分がなれると思った関純ちゃんという方は COO なんて身分じゃ嫌だって言うんで、1月いっぱいでもうなんか日本電産の方へホップステップジャンプなのか肉バラでしちゃうって言ってるわけです。でここね、報酬委員会監査委員会指名委員会等設置会社に移行して取締役は社外の人数が過半を占めるという規定を作る。ところが社外の取締役ってのは昨日もお話ししたように西武ホールディングスであったり、あるいは阪急阪神ホールディングスであったり、あるいはもう一個どこだっけ、遠藤のり子ちゃまを社外取締役にしてるっつう話ですしね、あるいは辻博正文様を、社外取締役にしてるって、もうぜひこれはもう本当にダイヤモンド社の真面目な社長やですね、あるいは真面目な編集部の方々はみんな留飲を下げると思うけど、いい加減にせいという話で、そんな人をカジノ委員会の委員に選んじゃったってところが、これ挙げた役人はもう安倍晋三さんが具体的なことしたらもう劣化のごとく怒ると思いますよ。なんで遠藤を入れたんだって辻博をって話になってきちゃう。だから統治のあり方を大きく改めると。でここの経営体制が刷新する中、経営トップを退いた後につく顧問などを廃止することで新経営陣が透明性を持って意思決定を下すプロセスを示す企業統治体制の強化をアピールするってことはね、だってまだ2月18日に臨時株主総会開くんで、ご存知のように内田誠さんは今 CEO ですけども、代表執行役社長兼最高経営責任者なのであって、まだ取締役じゃないんですよ。西川博人ちゃまは今取締役なんですよ、レースクイーン出身の伊原恵子ちゃまと並んで、でアシュワニー・グプタ COO も代表執行役最高執行責任者兼チーフパフォーマンスオフィサーなんですよ。ですから全ては2月18日なんで、この日経の記事が出たことでおそらく個室を持っている、まあでもその顧問の数とか相談役の数が氏名も公開してないってのは変だと思うんだけど、ここも変えようってことの最初の一手がこれだと私は判断すべきだと思うんですよ。ということになるとですよ、まあ今は日産自動車をお辞めになられた方はまだ特別顧問なんだ、川口仁さんは。いろんなメディアでは日産自動車うわもう退いたって書いたんだけど、まだ特別顧問なんですよ。
ということは良い意味で、だからもう陰性が陰性がもう二頭立て馬車どころか多頭先頭を多くして山登るどころかタイヤスタックしちゃうよっていうことをなんとか変えなきゃっていうことなわけです。でこれに、日経がなかなかやらない、顧問相談役上場企業なお多くと、で日産は廃止固めるっていうのを15日の日に出したのってことはね、だって相談役顧問等の開示状況っていうのはこれを開示している企業が全上場企業3175社の中で相談役顧問等の制度の有無を伝えている会社はわずか 35.2% なんですよ。そして制度を開示した上で1人以上存在している会社ってのも全然少ない。つまりこれ証券取引所の東証の上場会社コーポレートガバナンス白書をもとに作成をしたっていうのは、いかにその株式会社であって上場をしている会社が相談役と顧問だって、デンソーは相談役と顧問ゼロにしたんですよ。で今度日産もするということになると、ある意味じゃ資生堂や伊藤忠商事が相談役の廃止をしたっていうんだけれども、トヨタや IHI はまだ相談役や顧問があると。でこの日産の場合、ゴーン元会長の退任後にトップについた才川浩人前社長兼最高経営責任者 CEO が社内にとどまって新経営陣に影響力を残そうとしている括弧日産幹部 OB との声があった。不正報酬問題で辞任した才川氏が陰性を敷く事態になればガバナンス改革が崩れかねないとの懸念が廃止への背中を押した。でも確かにさ、不祥事が起こってから廃止するっていったケースが多く、自発的に取り切る企業はまだまだ少数と。でこの記事に載っけた、でこれに対してね、同じ15日に載っけたのは、ここが分かってねえなあと思うのは、顧問相談役の廃止を行ったんだけども、東証においては15日の14時05分現在では14日に昨年来最安値をつけたと、つけたんだけれども、騒動に対しては企業風土は簡単に変わらない、ネット証券ストラテジスト、どこのネット証券だよ、松井証券なのかオリックスなのかその他なのかよく分かんないから反応は限られているって言うんだけど、心かな話で、そういうことで言うと、だって執行役の中には日本人だと、星野リゾートの星野義晴様の奥様であるですね、まあ、あの今の青空銀行、日本債券信用銀行に入ってたっていう星野朝子さんとかいるわけですけどもね。だからこれ私はね、本当に内田誠さんの最初の一手でも、内田さんだけじゃなくて内田さんを役員に選んだ、あの CEO に選んだってのはこれはなかなかだと。だからそういうこと考えると、筆頭社外取締役の豊田正和様もですね、ぜひともですね、自分の、老兵は去るのみではないんだけども、本当に日産のことを考えれば大変な苦難の道ですよ。日産自動車、これだけで日産自動車が蘇るかどうかはまさにわからない。でもまさにあのもうおしまいって言った時に、たまたまルイ・シュバルスターさんの推薦だったかもしれないけども、金川義和さんがカルロス・ゴーンという人がいるんで、その時やったことはカルロス・ゴーンがやったことだ。最初の2年で辞めてれば名経営者で世界中に名を残したんですよ。彼も欲が出ちゃったんだ。でも彼がその時やったことは花輪さんが私に言ったけど、本当に名簿作ってくれと、でいろんな人に会いに行く、研究所にも行くと、中堅の、でそこで会ったやつでいいやつだと思うのは、人事部がリストアップした300人以外にもこれだっていう人に、その人から聞いて、いい意味での芋づる式に、いやこんな不遇な人がいるけどこの人すごいよって、でそういう人の話を聞いて登用してた。そこまでは風が吹いたんですよ。だけど今そうでなくなっちゃってるってこともこの内田誠さんは言ってるんで、こんなにいい文章、まあ、にあの神奈川新聞もこれ残念ながら有料記事ではありますけれども、本当に貼り付けたいくらい、この最初にずっと言った内容ってのは全部ほとんどのメディア載っけてるけど、本当に短い内容ですからね、なかなかいいこと言ってるんで、ぜひとも私はですね、もうこれであの2月18日の臨時株主総会までに揉めてしまったりですね、
臨時株主総会以降も社外取締役であったり新たな取締役になる中でもカルロス・ゴーン氏、才川浩俊と同じような日付を変えてインマイポケットを合法的と称する非合法なことをやってた人は今度取締役になるような中にもいらっしゃるわけですから、そのあたりで内田誠さんがどのくらい踏ん張れるか。でもそれは一人でできることじゃありませんからね。ヤッシーが知事になった時に重たい体重なのに落下傘で降りていった時に地球派はアンサーがいるけれども、でもそれに対して自分の出世ではなくて本当にもう一回良いところにしよう、まあ、もともと良くなかったのが長野県は戦後林さんっていう林虎夫さんという民選の知事の後は相変わらずも役人出身者が、40年以上続いちゃったわけですからね。でも日産の場合にはそうではなかったんで、もともとは良かったものがダメになってしまって、そして一回花輪さんの時に良くなったのが、そしてゴーン氏の最初で良くなったのが、その後どんどんゴーン氏に見る目がなかったっていうことだとは思いますけれども、志賀俊幸ちゃんであったり、あるいは小枝至ちゃんであったり、才川博人ちゃんであったりを投与しちゃったってことなんだけど、やっと内田誠ちゃんがリバイバルプランを出してきたんですから、ぜひともですねこれを皆様応援をして、その代わりに鉄は熱いうちに叩けて、内田誠ちゃんがちょっと違うなっていう時にはディスるんじゃなくて良い建設的な批判じゃないです。日本のメディアってのは常に批判家賛同っていうか、そうじゃない、助言であったり諌める還元であったり提言であったりっていうのをぜひ日産社員の皆様はですね、あるいは社員以外だけじゃないユーザーの方もディーラーの方もですね、あるいは株主の方も、トヨタよりも配当がいいから日産 OK って言ってたようなどうにもしょうがない団塊世代の株主のような人たちではな、老後の人たちではなくて、日産を良くしようと思っている人たちがきちんと内田さんをですね、良い意味で厳しく優しく、育ててあげるということが、私の父親が最初に乗っていた日産であるし、その意味で言うと悪化が良化を駆逐するんじゃなくて良化が悪化を駆逐するという新しい格言をぜひ実現していただきたいと思います。